皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も非常口のあいつで遊んでいきます。さあ今回はシリーズ2ですね。ピクトちゃんが誕生した後、お遊戯会ですか、まだ4歳くらいってことですかね。さあさっき動画撮ってたらちょっと聞いちゃったので、もう一回最初からやり直しますね。処女の血を吸う吸血鬼といえば、まあドラキュラちゃんですから、このマントは特徴的ですか。さあ正解と、ああヴァンパイアさんってあり言いますね。そういえば格闘ゲームでヴァンパイアセイバーさんとかありましたね。そういえばあれ文字が一箇所間違ってると。さあこちらハロウィンだからあれですよね。スペルは合ってるんですか、ハロウィン。ああ最後の N がこれですよね。さっき反転してると裏返っちゃったねと、まあ、上から吊るしてるタイプだと結構くるくる回っちゃいますけどね。さあ室内では帽子を脱ぎましょうねと。ああ帽子魔女子ちゃんかぶってますよね。おえ？どういうこと？室内では帽子を脱ぎましょう。ああ逆、こっちのお客さんの方ですか。おお正解と。魔女ちゃんのいいんですかね。さあ、ああ頭を隠されて尻を隠さないという。さあ一匹だけ本物のコウモリちゃんが紛れてると。え？本物のコウモリ？ああ釣ってないからこの子が浮いてるってことですね、生きてて。さあ正解ですね。我は吸血鬼のしもべなりと。あヴァンパイアちゃんのしもべになるんですかね、コウモリちゃんって。まあコウモリちゃん実在してますけどね。さあでは今回の動画ですね、以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。We'll be right back.